南あわじ市の七条で七条跡桜祭りが開かれました。このイベントは地元住民らが作る団体七条を守る会が初めて開催したものです。開催にあたり会のメンバーらが竹で覆われていたエリアを切り開いて、もともとあった桜を鑑賞できるスペースを作りました。今年は桜の開花が遅く、満開まではまだ時間がかかりそうだということですが、小学生の和太鼓グループ和太鼓指導が演奏しイベントを盛り上げたほか、地元のよもぎを使った七条餅100個が配られ、訪れた人は春の訪れを感じていました。これをすることによってやはり七条ってどこにあるのというのが皆さん方に分かっていただける一番いい手立てかなと。やはり桜です。七条を守る会は今後も七条を広く知ってもらうための取り組みを行っていきたいとしています。